みさき、みんなでカラオケ行くんだけど、みさきもどう？ごめん、バイトがあるから。おう、相変わらず不愛想だね。ちょっと怖い。実は女番長って噂、本当かな？そうじゃないと思う。ヴァンガード、それは君自身が先導者となってファイトするカードゲーム。イメージしろ。イメージはお前の力となる。なんて？だから俺のデッキを見てアドバイスをお願いしますよ。どうして僕が？そりゃ愛知お兄さんは俺の目標っすから。そういうのはカイ君の方が詳しいと思うけど。あいつなんかいけすかないんすよね。ギャー！また負けたー！静かにしな。ねえ愛知、本当にあのカイって人に勝ったの？一度だけだよ。それにあの時勝てたのはカイ君が僕にヴァンガードを始めるように導いてくれたからだと思うんだ。そう、カイ君は僕の先導者、ヴァンガードなんだ。なあ、あんた俺とファイトしない？ね、僕まだ初心者で、その。何を緊張してんすか愛知お兄さん。こうやっていろんなやつらとファイトするのがここファイターズラウンジの醍醐味じゃないすか。いいぜ、俺様がファイトしてやるぜ。どうぞ。じゃあちょっと新しいパックを見てくるね。愛知待って。はあ、知らない人とファイトするなんて緊張するな。でもいろんな人たちとファイトするのって大切なことなんじゃないの？そうだよね。じゃあ次は頑張んないよ。うん、これお願いします。はいよ。うっせえな、違うって言ってんだろうがよ。いいから俺様のパーフェクトライザー返せよな。そんなもん知らねえよ。変な因縁つけんなよな。どうしたの？こいつカードを片付けるとき俺様のパーフェクトライザー猫ばばしやがったんだとは。パーフェクトライザーは最初から俺のデッキに入ってたの。何すんだよてめえ。なんだよお前。たまにこの店にいるけどパーフェクトライザーを使ったことはない。なんでそんなことわかんだよ。悪いけど私この店で見た全てのカードファイトを覚えてるから。信じられっかよそんなことは。別に信じなくてもいい。それにお前のデッキにパーフェクトライザーは必要ないね。ほら。何勝手に渡してんだよ。ったく他人のカードを盗むんじゃねえよこのクズが。クズ何見てんだおめえら。てめえみたいなクズが珍しいから見てんだよこの洞窟。二度と来んなよ。いざお姉ちゃん。いやーさすがは美咲ちゃんだね。この無能店長助かったぜ。気にすんなよあいつ。挙動が時々おかしかったんだよね。しかし決まってたね。全てのカードファイトを覚えてるってハッタリ。ハッタリじゃない。うんいつも見てるから。じゃあ本当に全てのカードファイトを。それってすんげえ能力なんじゃねえの。えさてはお前相当なカードファイターだろ。俺様とファイトしてくれよ。私カードファイトなんてしたことないよ。マジで店員なのに。別にいいだろ興味ないし。はあ、じゃあ僕とカードファイトしましょう。はハイチ？大丈夫です。僕も初心者ですから一緒に始めましょう。こいつこんなこと言い出すようなやつじゃなかったのにヴァンガードがこいつを変えた。なら一回やってみるか。ついにこの時が。これっぽっちもヴァンガードに興味を示さなかった美咲ちゃんがついにファイトする気になってくれた。愛知くんありがとう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 。美咲ちゃんこの日のために僕が用意したデッキだよ。さあ発動。よし今回は俺様がルールを説明してやるぜ。必要ない。ルールは大体分かってる。おこの店でファイトを見てるうちに覚えた。そっか。よろしくお願いします。仙道愛知です。戸倉美咲。自己紹介は終わったね。あ、ファイトスタートだ。スタンダップヴァンガード。隊長兄さんはグライムに、姉ちゃんはロゼンジメーガスにライドしたか。さあイメージしよう。ロゼンジメーガスにライドした美咲ちゃんを。てめえは黙ってろ。怒りんぼライトサークルメーガス。お姉さんのクランはオラクルシンクタンクっていうのね。オラクルシンクタンクってのはね、占い師や予言者が所属する巨大企業なんです。守りが固くじっくりファイトするのに向いてるクランなんですよ。私も早くお気に入りのクランを見つけたいな。愛知お兄さんはナイトスクワイアアレンにライドしてダメージ1。姉ちゃんの方はプロミスドーターにライドしてダメージ2か。次は愛知さんのターンですよ。ライド立ち上がれ。の風船。ブラスターブレード出た、ブラスターブレード。お姉さんのリアガードが一旦いなくなるのよね。さすがですエミさん。アビリティブラスト、ファーストバッター。ウィンガル下がって。沈黙の基地ギャラティン、頼んだよ。ノープロブレム。イエスだ。オラクルガーディアン2機だったら僕が行くよ。マリダル。アイアイサードライブチェック。クリティカルトリガーだ。ますますさすがですエミさん。お姉さんのダメージもう4だ。愛知お兄さんの必勝パターンですね。うん。ライトインテリアルドッター。イマジナリーギフトプロテクト。見たことないイマジナリーギフトだ。イマジナリーギフトには3種類あって、3種類あるんですけど、愛情兄さんのフォースや俺さ僕のアクセルと違って。あれ手札にしちゃった。そう、姉ちゃんのプロテクトは相手のターンで威力を発揮するんです。相手のターンで？ええ。インペリアルドーターのスキル発動。2枚を見て1枚を手札に加えて1枚を山札に。なんだこいつ。どうしたの？見てください、2人の手札の数。手札？愛知お兄さんは4枚しかないのに、姉ちゃんはもう9枚もあります。本当だ。これがオラクルシンクタンクの怖さなんですけど、姉ちゃんはさっき初めてあのデッキを触ったんだよな。おや、カムイ君も気づきましたか。何何？とても初心者とは思えないプレイングなんです。カーブアマテラスプロミスドーターオラクルガーディアンジェミニを2体。行くよみんな、ノープロブレム。イエスサーアイアイサー。マイヴァンガードインターセプト。さすがすぎますエミさん。だったら私自ら。ツインドライブファーストチェック、セカンドチェック。パワーはアマテラスに、クリティカルはインペリアルドーターに。エコナフローガル。なんとかダメージ3で抑えたか。愛知、やっぱこんなファイトをするやつが初心者なわけないぜ。美咲ちゃんはこの店で愛知くんのファイトをずっと見てたんだ。これくらいは戦えると思ってたよ。じゃあ俺様のデッキも見透かされてんのか。怖え、オカルトだ。怖くないよ、ちょっとかわいそうなんだ。彼女は幼い頃に両親と悲しい別れを経験している。僕が思うに、だから彼女は少しも両親の記憶を消さないように、そんな力を身につけたんだよ。相手テックイメージってやつか。相手テックイメージ？直感像記憶と呼ばれる力だ。直感像記憶？ああ。瞬間的に見たままを写真のように映像で記憶する力。普通の記憶と比べて桁違いの情報量を記憶できる。じゃあ愛知がどういうカードで来るかなんて丸分かりなわけか。愛知だがな、あの美咲ってやつの記憶にあるのは過去の愛知だ。ライドアルフレッド・アーリー。一戦ごとに進化している愛知にどこまで対応できるかな。イマジナリーギフトフォース。それに俺にはあいつが何かに怯えている、そう見えるんだが。しんちゃん、今日こそ店長に勝てるぞ。僕のターンだね。やっぱ本気のおじさんにはかなわないや。まだまだ甥っ子に負けるわけにはいかないからね。けどシン君も確実に腕を上げてるよ。パパはどうして強いの？そうだな、ヴァンガードが大好きだからかな。私は怯えていた。父さんが大好きだったヴァンガードと向き合うことに。だけどマールガルでブーストしたアルフレッド・アーリーでヴァンガードにアタック。プロテクト発動。あれはイマジナリーギフトのカード。ココ、インペリアル胴体に。どうなってるの？愛知お兄さんのアタックはインペリアル胴体にヒットしなくなりました。完全ガード。その通りです、エミさん。相手のターンで威力を発揮するってこういうことなんだ。でも愛知お兄さんのアタックはまだ終わってません。ツインドライブ、ファーストチェック、クリティカルトリガー、効果は全てブラスターブレードに。セカンドチェック、クリティカルトリガー。すげえ、ダブルクリティカルトリガー。効果は全てブラスターブレードに。はいチー。ウィンガルでブーストしたブラスターブレードでインペリアルドーターにアタック。今のブラスターブレードはクリティカル3、しかもパワーは5万3000。あいつだ。レーザーボーキャスター、ミスミスト。また完全ガード。惜しい。すごい、美咲さんはカードの力を引き出している。初めてカードファイトしてるなんて思えない。こいつが変わったのはヴァンガードと向き合ったからだ。だったら私も変われるかな。行くよ、千堂愛知。はい、美咲さん。大吾、インペリアルドーター。同じカードにライドした。グレード3のユニットからライドしたインペリアルドーターはさっきと違ってパワー1万5000とクリティカルが1つプラスされるんです。そんなに？それだけじゃありません。イマジナリーギフト、プロテクト。手札にもう一度プロテクトを加えることもできます。すごい。さらにコール、サイレントトム、オラクルガーディアン、ジェミニ。こりゃ総力戦だ。今のインペリアルドーターはパワー4万1000。アルフレッド・アーリーの方はガーディアンのパワーをプラスして5万3000。攻撃は通らない。いや、トリガーが出れば、あるいはツインドライフ、ファーストチェック、クリティカルトリガー。効果は全てインペリアルドーターへ。セカンドチェック。あいつのダブルかよ。効果は全てインペリアルドーターへ。これでインペリアルドーターのパワーは6万1000。攻撃のトーチだ。ダメージ6。ありがとうございました。愛知負けちゃった。残念でしたね、愛知お兄さん。けどあいつのまぐれ勝ちっすよ。そんなことないよ。うん、パパはどうして強いの？そうだな、ヴァンガードが大好きだからかな。へえ、美咲さんは本当に強いよ。またまたあんなオカルトチックなやつがっすか。おいギク、次はお前だ。始めるぞ。愛知君ありがとうね。店長さん、美咲ちゃんがヴァンガードと向き合うことができたのは愛知君のおかげだよ。はい、君は美咲ちゃんの先導者。え、ヴァンガードだね。バイトなの？うん。なんかあった？どうして？なんとなくだってすごく嬉しそうだよ。生まれたての練習？うんうん。ったく他人のカードを盗むんじゃねえよ、このクズが。え？クズ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 。てめえみたいなクズが珍しいから見てんだよ、この毒クズ。二度と来んなよエミー。